日本海。関の亀杉入り口。ここには関の亀杉と呼ばれる大きな杉があります。マジで？じゃあ行ってみましょう。はい。ちょっと獣道風な道が続くので足元ご注意で。了解です。鳥居入り口に住んだはず前あるんだな。出よ。お、手水屋。これ出るの？押してみて。あ、出ねえ。出ない。出ねえ。宝って書いてあるね。本当だ。なんか温泉っぽい。おお、読めない看板。おお、いい道だ。これ杉花粉の人やばいんでね。いや、地獄じゃねえ。全部杉だもんな。すげえな。これ全部杉だ。杉だよ。結構不定期もあるな。なの。さあ、何かが見えてきましたよ。下には東屋と階段。東屋2個あるんだな。で、祠系。祠が 1,2,3,4 結構あるな。めっちゃある。ほら、見えてきました。お、関の亀杉です。でけえべ。でかな。すげえのよ。結構でけえきゃ。ほら、すげえ。これだけいいような大きさじゃね。どう？ほら、超でけえ。行ってみましょう。階段を登って、途中の祠全部無視してきたけど、後で見に行こう。ほら、でけえ。やべえよな。でけえ。のりじ近くまで行ってみて。鎖のところまで。タゲでけえな。すげえよな。で、こっちの標柱には町の巨木、古木、関の杉。このスペースの使い方斬新だな。県指定天然記念物、関の杉。亀杉だったのにな。亀どこにいた？消えた？消えたな。サグ、立派だな。結構新しいね。うん。さあ、360度見てみましょう。おお、すげえな。あのてっぺんどうなっちゃうんです？みんな。なあ、見ねえな。でかい。こっち側は？久しぶりに来ましたよ。うわ、すげえ膨らみ。でっけえコブだな。おお。360度こういう風にじっくり楽しめるってすげえね。なの。あ、すげえな。おお、こっち枝切った跡あるんだな。本当だ。これ枝タゲ伏せがあったんだね。うん。あれ真ん中ハートマークじゃん。すげえ。よくこれだけこう不定やな。うん。で、最後こっち側は、こっち側見れねえの。こっから見るか。うん。お、枝もでかい。ほら、横に張り出された。すごいね。やべ。じゃあ下の祠から見に行ってみましょう。はい。まずはここの祠から、すでに中身が見えております。で、上の方には、お、平成館なんて書いてある。お、平成館初めて聞くの。うん。じゃあ後々令和館のもんできるんだよね。できるべな。うん、かわいいな観音様。うん。お、月？月？
こっち月あるな、右のところ。おうおう、運動。このっちなんだ。じゃあ、後でまとめてお伝えしましょう。はい。はい、では、こっち側は、おここに、いろいろと由来形が書いてる。関の亀杉と小肥群。供養碑なんだ。おぉ、なんだ。亀杉はこの地方を遊覧した菅山澄の記録にも写しされ、てんてんてん。樹齢1000年だって推定。すげえ。すげえな。1000年。なるほど。じゃあ次の方へ。ここは亀杉延命地蔵尊かな。こんにちは。ち扉怖いじゃん。角を。だ取れじゃし。おこんにちは。かわいいね。で奥にはおお三体のお地蔵さんが。では後でお賽銭持ってきます。はい、お邪魔しました。で右側には亀杉延命地蔵菩薩って書いてある。どう？菩薩の字が消えちゃったんだね。ああそういうことか。タゲ投げな。では上の方へ。上もいっぱいあるからな。ここには関の小肥群について書かれています。この小肥は61センチから160センチある。てんてんてん。61センチって細けんの。細けんの。60でいかったよ。160はぴったりなんだべな。すげえ、42キモシトだって。めっちゃ多いやん。でここは亀杉観音。これ読めるな。ご当地の観音様だな。こんにちは。もう可愛い顔してる。はい、後でお賽銭持ってきます。でこっちはこれは馬頭観音、メズ観音かな。何も書いてないけど、可愛いのがまた左に。帽子に顔が3つ4つ書いてるのかな。あ、ほんとだ。ね、ほら帽子に書いてる顔。じゃあ後で持ってきます。で安藤氏の後。はいはいはい。あ、これか。小肥群の。すげえな。全部。これ全部これで調査しちゃうんだな。おお、すげえ。指定文化財。関の小肥群。これは？いろいろ説明が書いてる。すげえな。あ、許可なく、拓本を取らないことってる。県指定史跡関の小肥群文化財を大切にしましょう。はい。じゃあここから見ていこう。これか。すげえの。おすげえの。こんなにあるんだな。ここで終わりと思いきや、さらに。あ、こっちは庚申塔だ。あ、なるほど。庚申様。なるほどな。ちょっと裏も見てみるか。あ、裏もいっぱい字書いてる。ほら。なんだ。全然読めないけど。日付とかはな、かろうじて読めるけど。でこっちの小肥群もあるのかな。あ、ねえか。あ、ま、ねえな。ねえな。一応向こうまで行ってみるか。値下げだな。ねえな。はい、ありませんでした。庚申塔たちと小肥群、そして関の亀杉。でかい。やっぱりこの杉がな、迫力ありすぎで。すげえな。じゃあこんな感じですね。では
お賽銭行きましょう。はい。道路の下の方に来るとこちらにも看板が、で左側には石碑がある。近づいてみよう。左側はちょっと読めねえな。右側は何が書いてるか分かります。ではここを登っていきましょう。おお、ここから見る亀杉もなかなか立派です。いいね。